を誰かもらったはずですが、名前わかりません。名前がわからないから長者様なんです。柴橋小の6年生42人が2班に分かれ、学区内の遺跡など6カ所を巡った。地名の由来にもなった平塩地区の沿線。講師からの問いかけに答えながら、かつて塩作りに使われていたことを学んだ。分かる人。あ、そうです。地下水です。熱心にメモを取り、身近な場所の歴史について理解を深めていた。寒い量、寒